ナンバーアンダーラインアイトリーズ夢の共演が実現 NHKMusic Expo 2024でスペシャルダンスメドレーを披露平野翔がリーズのアルバムリージングを手に笑顔ボンと試練が織りなす圧巻のダンスパフォーマンス音楽業界において異なるグループ間でのコラボレーションはファンにとってもアーティストにとっても特別な瞬間を生み出すものです特に ナンバーアンダーラインアイとリーズという二つの人気グループが交わることで、彼らの音楽だけでなく、その舞台裏での人間関係や交流がどのように形成されているのかが、ますます注目を集めています。彼らが NHK ミュージックエキスポ2024で共演し、スペシャルダンスメドレーを披露した際、そのパフォーマンスの素晴らしさはもちろんのこと、ファン同士の喜びや期待感が SNS 上に溢れました。ナンバーアンダーラインアイの ボムを中心に、リーズのシレン・ウェイブイのファントムと共に織りなすダンスは、まさに圧巻の一言でした。この共演の舞台裏では、異なる事務所に所属する彼らがどのように接点を持ち、交流を深めていったのかが興味深いところです。特に、平野翔がリーズのアルバム、リー・ジングを手に持ち、笑顔を見せる姿はファンの心をつかみました。また、神宮寺勇太がソヒーの肩に手を置き、 親密さを感じさせるショットは、彼らが単なるコラボ相手ではなく、音楽を通じて真の友人として結ばれていることを示しているかのようです。このようなショットが SNS に公開されると、ファンはすぐに反応し、こんな交流待ってた、と歓喜の声が上がりました。こうした交流がファンに与える影響は計り知れません。特に、日本の音楽シーンでは、事務所の垣根を越えたコラボレーションが珍しく、 今回の共演が特別な意味を持っていることは明らかです。全事務所では叶わなかった夢が、今、新たな環境で実現されつつあります。これまで競い合ってきたグループ同士が、今や共通の目標に向かって手を取り合う姿は、音楽の力を再確認させてくれます。ファンはこの共演を心から楽しみ、彼らがこれからどのように成長していくのかを見守りたいと考えています。例えば、 リーズのメンバーがナンバーアンダーラインアイのミュージックビデオを見に行くという SNS 投稿があったり、彼らが互いにリスペクトし合うコメントを交わすことで、ファン同士の絆も深まっていくでしょう。こうした小さな交流が、次第に大きなムーブメントを引き起こす可能性があるのです。また、今回の共演は、ファンにとってもグループにとっても、新たな扉を開くきっかけとなるでしょう。特に、 平野やガンユタが新しい環境でどのように自分たちの音楽を広げていくのか、そしてどのように新しいファン層を獲得していくのかが今後の注目ポイントとなります。彼らがさらに成長し、音楽シーンを盛り上げていく姿を想像すると、これからの展開に期待せずにはいられません。このように、音楽は人と人をつなげる力があり、異なる背景を持つ者同士が共通の目標に向かって進むことで、新たな価値が生まれます。 今回のナンバーアンダーラインアイとリーズの共演は、その一例に過ぎませんが、彼らがこれからもこうした挑戦を続けていくことで、さらに多くのファンを魅了していくことは間違いないでしょう。彼らのコラボレーションがもたらした影響は、単にその場限りのものではありません。この共演を通じて、ナンバーアンダーラインアイとリーズのファン層が互いに拡大し、彼らの音楽がより多くの人々に届くようになりました。また、 これまでにない新しいファン層が生まれる可能性もあります。特に、彼らが SNS を通じて交流を深め、ファンとの距離を縮める姿勢は、これからの音楽マーケティングの一つのモデルとなるでしょう。SNS の力は無限大であり、その使い方次第でアーティストの影響力が大きく変わることを示しています。ナンバーアンダーラインアイとリーズが共演を果たした背景には、単なる偶然ではなく、 音楽業界全体の変化があることも見逃せませまん近年、音楽業界ではグローバル化が進み、国境を越えたコラボレーションがますます一般的になっています。かつては、異なる国や文化のアーティストが共演することは珍しいことでしたが、現在ではそれが新しい常識となりつつあります。このような時代の流れの中で、ナンバーアンダーラインアイとリーズの共演は、その最前線を行く試みの一つとして注目されています。 さらに、彼らがこの共演を通じて見せたパフォーマンスの質の高さも、ファンにとって大きな驚きと感動をもたらしました。彼らのダンスや歌唱力は、単なる技術の披露にとどまらず、感情やメッセージを伝える重要な手段として機能していました。特に、ナンバーアンダーライン愛の、ボンを中心にしたパフォーマンスは、彼らのスキルの高さだけでなく、音楽に対する情熱やコミットメントを感じさせるものでした。 こうした要素が相まって、今回の共演はただの一時的なイベントではなく、彼らのキャリアにおいて重要な節目となるでしょう。ファンはこの瞬間を共有し、その後の展開を楽しみにしています。また、今回の共演が新たなコラボレーションやプロジェクトにつながる可能性もあります。音楽業界は常に進化しており、彼らがこの共演を一つのステップとして、さらなる高みを目指していくことを期待せずにはいられません。 これからの彼らの動向に注目しながら、今回の共演がもたらした影響をさらに深く考えていくことが求められます。ファンとしては、彼らの音楽やパフォーマンスを楽しむだけでなく、その背景にある努力や戦略にも目を向けることで、より一層の理解と共感が生まれるでしょう。彼らがこれからも新しい挑戦を続け、ファンと共に成長していく姿を見守り続けたいと思います。今回の共演は、 彼らのキャリアにおいて一つのハイライトとして語り継がれることでしょう。そして、彼らがこの経験を糧に、さらに多くのファンを魅了し、音楽シーンをリードしていくことを心から願っています。この先、どのような展開が待っているのかは誰にも予測できませんが、一つ確かなことは、彼らの音楽がこれからも多くの人々に感動を与え続けるということです。音楽業界において、こうした異業種間のコラボレーションは、 一過性のものではなく長期的な視点で見ても非常に重要な役割を果たします特に若手アーティストが異なるジャンルやスタイルを取り入れることで新しい音楽の潮流を生み出すことが期待されますこれは彼ら自身の成長だけでなく業界全体にとってもプラスの影響をもたらすでしょうファンにとっても新しい音楽やアーティストを知る機会となりさらに音楽への興味を深めるきっかけとなります また、今回の共演を通じて、ファン同士が互いにリスペクトし合い、支え合う姿勢が見られたことも重要です。音楽は単なる娯楽ではなく、共感や感動を共有する手段であり、ファンがその魅力を再確認する場でもあります。特に、日本と韓国のファンが互いに応援し合い、グローバルな視点で音楽を楽しむ姿勢は、今後の音楽シーンにとって大きな意味を持つでしょう。最後に、 ナンバーアンダーラインアイとリーズの共演をきっかけに、これからの音楽シーンがどのように変わっていくのか、ファンや業界関係者は大いに期待しています。音楽は人々の心を動かし、新しい時代を切り開く力を持っています。これからも、彼らの活躍を見守りながら、さらなる感動を共有していきたいと思います。